2006年の日本ハム打線、強すぎる。1番レフト森本、2番セカンド田中、3番ファースト小笠原、4番指名打者関ノール、5番ライト稲葉、6番センター新庄、7番サード木本、8番キャッチャー高橋、9番ショート金子。メンツがみんな花がありすぎるわ。強すぎやろ。小笠原、関ノール、稲葉、新庄の並び偶好きや。この前に一人田中健介がいるならそら強いわ。こっから小笠原新庄が抜けて次の年も優勝したのやばすぎへん。守備ガッチガチやん。センターやってもおかしくない森本がレフトやる層の厚さよ。新庄稲葉森本の外野とか全員ゴールデングラブ取ってもおかしくないやん。ほぼ全員が勝負どころアホ強い上に隙を一切与えない鉄壁の守備、数字以上に攻略不可能やったわ。2016よりこれの方がハムって感じがして好きやわ。打線がエグかったからな。2007とか優勝できたのが謎すぎる。2桁勝ってるのもダルだけやった気がするし。やっぱハムって言ったらこのメンツよな。この時のユニフォームもマジでかっこよかったよな。